時刻6時28分になるところです。えー、今朝はですね、コメンテーター、三橋隆明さんですが、あの、この時間、えー、ゲストをお呼びして、あの、作家の坂木蓮さんをですね、はい、お呼びしようと考えていたんですが、あのー、坂木蓮さんが風邪をお引きになって。はい、体調不良でちょっと私が、はい、え代行させていただきます、はい。あの、今日はですね、一冊の本をご紹介したいんです。はい、先ほど申し上げました、顔のない独裁者という本です。PHP から出ている。今日出るんですね。そうなんですね。今日,今日発売です。今日発売。はい、もうほやほやです。 えー、そして、えー、顔のない独裁者、で作家があ榊蓮さん、はい、で、えー、三橋孝明さんがです、ね、企画と監修されたんですね。かった。はい 何がですか <laughs> いやいや、だって、榊木蓮さんがお休みで、はい、え、ね、で、急遽の三沢さんにこの本お願いしますって,っても、<laughs> 厳しいですからね。読んでないとダメですね。そう,すそうです、そうです。はい。えー、顔のない独裁者、私もあの、昨日までですね、えー、拝読しました。いや、これ何が面白いっていうとですね、あの、新自由主義、今ラジオ来の方、新自由主義ってこの番組にはよく出てきますし、あと、新古典派経済とかね、はい、まあそういった言葉が出てきます。あと、あのー、その自由革命というのはこの本の中に出てるんですけども、私 私があの素直にこの読んだ感想では、その新自由主義っていうのを貫いていくと、こうなってしまうんだうそうですね。<A> はいそれがこの世の中で出てくるんです、あの荒いストーリー申し上げるとです、ね、いきなりショッキングな設定からスタートします、日本という国がなくなってるんですね。そうなんです はい、で、どういう、どうしてなくなってるかっていうと、2010X 年、尖閣諸島の紛争をきっかけにですね、北東アジア、これ日本と中国と北朝鮮と韓国。そうです。まあこれが連邦制のようなものを取ります。はいうん、もっと具体的に言うと EU みたいになるんですね。そうですね。ねはい、で、共通通貨だとか、はい、あの、中央銀行なんがこの一つ。アジア中央銀行ね。一つになるんですね。はい、で、日本という国名が消えて、第三地域という。 その呼び名に変わってる。日本がですね。日本がですね。で、その後ですね、そのやっぱり日本を取り戻そうっていうんで、日本この復活運動っていうのは高まって、これが見事に成功します。一人のカリスマ GK というアルファベット、これが出てきます。いやー、これでうまくいくのかと思うと、こっから新自由主義というのが、どんどんどん、どんはびこってくるんですね。そうなんですね。GK というのは駒金学徒というですね、まあ総理大臣ですけれども、日本を取り戻すと言って取り戻したらですね、 はい、その後、その、ま、新自由主義というか、新古典派経済学に基づく、社会実験がガンガン行われるようになるという話です。はい、自由化民営化改革。規制緩和。規制緩和。 ええ、いつもわ、我々が聞いてる言葉ですよ、別に誰かを皮肉ってるわけじゃないですからね、これ。さらに同州性なんですそうなんですね。はい。で、もうデグレこそが国民経済を鍛えるんだそうなんです。っていうだって人権費下がるんだから国際競争力が高まるってわけですね。そして小選挙区制が大選挙区制になる。なります。はい。あとは、あの、ま、え、ま、ぶっちゃけあの TPP をモデルにした PU。はい。パシフィックユニオン、太平洋連合の日本は、ま、そこに加盟して、PU 諸国との間での規制 のの緩和とかルールの統一とかかかルルー統一でですね、まあ、どっかで聞いたそうなんですね。はい、そして、これも良くないっていう風になって、また立ち上がる人が出てくるってことなんですね。すねはい、これがもう、あの、荒合いストーリーなんですけど、はい、勉強になるんですよ。はい。えー、自由化だとか、民営化。自由化っていうとね、あの民営化も、なんかこう、言葉の響きがいい,い,い,いいんですよ。いいんですよ。いいんですよ。だけれども、この小説を読むと、顔のない独裁者を読むとですね、こうなっていくのか。あ最終的には うね、えーはい。要はその、例えば、あの、先ほどのガスのサービスであれば、はいえー そのガスっていうのはあ、あらゆる人がこうサービスの供給を受けなくちゃいけないんですけれども、供給者側からすると、ですね全の国民、全家庭にガス供給するって、コスト的にもったいないんですよ。なんでこんな僻地にガス供給しなくちゃいけないのと、規制緩和民営化、自由化とかやると、コストがあの割に合わないんで、供給できませんとかですね、そういうことになるわけでしょ企業というのは、結局はそのまあ利益が目的ですから、でも、それとその政府、国というのは違うだろうと。 形成催眠が目的ですね。そうですもんね。というようなことが非常によく分かる。それプラスですね、男女間のものとかですね、あと登場人物がそれなりに何か心に傷を負っているそうですねというところ、これがうまーく絡んでくるんですね。あの、坂木蓮という作家はですね、あの、ま、あんま明るくないんですよ。こういうですね、あの、ま、暗いじゃないですか。この辺がなんか結構、あの、真骨頂が出たなっていう感じがしました。私も読んで。そうですね。勉強になるし 考えさせられるし、ええー。で、帯のところには、あの、この番組にもですね、何度も出ていただいて、夕焼けテラちゃんの時からご出演いただいております、京都大学大学院教授の藤井聡さん、はい、あの、書評なんかもね、えー、書いてくださってるわけなんですけども、これまた面白い、レモンを例えにされてますね。そうなんですね。あの、えー、藤井先生が、まあ、あの、おっしゃってたんですが、はい、その、新古典派経済学とか、あるいは自由主義、新自由主義とか、はい、あの、例えば、ま、構造改革とかね、グローバリズムって、はい そのどうなるかっていうのは想像つかないんですよ、はい、私たちは。ええ で、それは要はレモンを食べたことがない人に、レモンの酸っぱさを説明してもですね、わからないんですよね。でも実際にですね、あの、真珠主義で例えばこういうね、顔のない独裁者のような世界になっちゃって、あこういうもんだったんだ、かって、それで、あと、あとで気づいたら大変なことになるんで、その疑似体験がこの本でできるって評価していただきました。はい。疑似体験が。疑似体験しようと。できるということですよね。だからやっぱり本っていうのはありがたいなと改めて思いますね。あの、小説ですからね。ええ。あの、ビジネス書だと、まあ、ちょっとそこまでいかないんですけども、はい。ですから、あの、その、榊榊 がですねまああの非常に感情移入しやすい、しかもちょっとまあトラウマとかですね、そういうものを抱えているキャラクターで書いてくれたので、皆さんもぜひこの新自由主義の世界を疑似体験してほしいなと思います。これはどんな方に読んではですね、そうですね一番読んでほしいのは、ぶっちゃけですね、安倍総理大臣。安倍総理はい 送りましょう。送りましょうかね。そうですか。はい。あのー、新世紀のビッグブラザーへっていうのがね、はいえー、あります、ね。前以前私が書いたものですね、はい。そうですね。はい、今ブログのタイトルにも。ブログのタイトルにもなってます。このビッグブラザーっていうのが独裁者。そうなんです。もともと1984年というジョージ・オーベルの、はいはい その、まあ、ディストピアって言うんですけどね、まあ、はい、暗い未来を書いた小説の、まあ、独裁者がビッグブラザーって言うんですけども、はい、その、ビッグブラザーっていうのは顔があるわけですよ。はい、例えば、まあ、例えばヒットラーだったらヒットラーとかですね、今の中国共産党だったら習近平みたいな顔があるわけなんですが、はい この顔のない独裁者っていうのが今世界に蔓延してるなぁと。あこれが私がこの本を企画したきっかけなんですね。ええ。はい。うん。ぜひともですね、ラジオ機の方も、あの、お,<ー>お読みになると、これびっくりするやら、ああ、勉強になるやら。あとはなんかやっぱり、ええ、あの、現状と、そうですね。ちょっと比べて怖い。 よくう評価を得ました、えー、ですから、のこの本を読んで、ですね先ほどからいろいろとおニュースをお伝えしたり、そうなんです、そうなんです、あれあれという民営化、自由化、はい、あとはまあ規制緩和。地方行政の競争激化とかですね。はいえー、うわこれ うまさにですね、起きてほしくないですけども、顔のない独裁者のこのストーリーの中に入り込んでるのかなっていうあれっ、ねあ。一応言っておきますけど、<え>私これ企画したのは1年前なんで、あ<ー>別に安倍政権批判を目的で書いてるわけじゃありません。赤いとか書いてもらったわけじゃありません。はい、はいえ。顔のない独裁者、PHP からですね、今日発売です。ぜひ、はいえー、ともお読みになってください。また後ほど、えー、ミサイさんにはお話をお伺いいたします。